消費 TV サブチャンネル豪華プレゼント企画、サブチャンの方の登録者が1000人達成したらあるものをプレゼントしようかなと思います。はい、こちらのグローブが、はい、こちらです。あ、光ってる、やばい、ピカピカ。今チャンネル、あのサブチャンのチャンネル登録、サブチャンもちろんで、そちらのサブチャンが1000人を超えたらこちらのグローブをプレゼントというふうにさせていただこうかなと思います、はい、で、こちらのグローブもね、まあ、コメントしてサブチャンの方にももちろん、コメントしてもらって、はい、その中でね、コメントしてくれた方からプレゼントさせていただこうかなと思っております。4月からまた新たに翔平 TV パワーアップしていきますので、皆さん、引き続きメインもサブもチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。お願いします。はい、どうもヒュートです、よろしくお願いいたします。今回は翔平伝いリッカーズ2試合目をお送りいたします。先発は元プロ白根さんです。勢いのあるストレートとキレのある変化球が持ち味です。高校時代は甲子園で活躍したピッチャーなので、この試合のピッチングも聞きたいです。そしてキャッチャーには SWBC ジャパン代表翔一郎さんとのバッテリーも注目です。初球まっすぐが高めに外れてボールになります。そして次の球です。バッターも強振していく、力のあるまっすぐで空振りを取ります。ワンボールワンストライクとなって、次の球です。変化球で空振りを取ります。そして平行カウントとなって、次の球、これはレフトオッチさんのナイスキャッチです。そして相手バッターにはアサペンさんです。果たしてアサペンさんは元プロから打てるのか。まず初球です。この球がストライクとなってワンストライクです。そして次の球です。アサペンさんもこの力の強いストレートに負けじとフルスイングです。そして追い込んで、この球、アサペンさんこの変化球には手を出さず、そして追い込んで、アサペンさんを三振に取り、ツーアウトとなります。そしてツーアウトから次のバッター、まず初球は変化球から入ります。そして追い込んでからこのボール、連続三振でスリーアウトになります。この大きく落ちるフォークです。落差がすごいです。ショーヘイズは重量上位打線、まずは先頭白根さん、ワンスリーからこの打球、これがショートへ、強烈な打球もショートゴロとなります。超攻撃的2番翔平さんが打席に入ります。まず初球、ドカンと泳ぎながらもこの打球、そしてワンスリーとなって、次の球です。ドカンとドカンとドカンと、逆らわずに振り抜いた打球は右中間真っ二つ、これが右中間の長打となります。翔平さんどこまで行けるか。そして翔平さんは三塁へ、これでスリーベースでいきなりチャンスとなります。さすが翔平さんです。リプレイを見ていきましょう。決して甘くはないコースなんですけど、アウトコースをしっかりと振り抜いています。そしてチャンスでディオのオッチョさん、ランナーを返せるか。まず初球、外に外れてボール。そして次の球、これは緩い変化球でワンストライク。そしてこの後、ワンボールワンストライクから衝撃の打球がドカーン、ドカーン、ドカーンと高く打ち上がった打球、入るか入るか、ゴーン。オッチョさんの完璧なホームランリプレイをご覧ください。そして綺麗なバット投げ、これはかっこよすぎます。リッカーズ相手にパワーを見せつけます。オッチョさんの完璧なホームランで、翔平ズはツーランホームランで幸先よく先制となります。オッチョさんナイスバッティングです。クレイジー P さんも続けるか、これはサードユーポンの元へ、これはユーポンに裁かれツーアウトとなります。続くバッターは浜松からお越しの鈴木さん、ここからもう一度チャンスを作れるか。ドカンとシャープに振り抜きヒットに、そしてセンターがこいつ、打った鈴木さんは二塁を蹴って三塁へ。そして翔平ズツーアウトからチャンスを作ります。リプレイをご覧ください。フルカウントから甘い球を逃さずしっかりミート。そしてバッターはヒロトです。ヒロトもこの流れに乗りたい、これがワイルドピッチとなって鈴木さん生還、さらに追加点を取ります。翔平ズいい流れが来ております。そしてヒロトはランナーなしからフォアボールでしっかりと出塁します。そして強打者翔一郎さん、ワンボールからこの打球、三遊間深いところに打球が、これを取ってセカンドへ送球、ショートの超ファインプレーでアウトに。しかし初回に大きな3点が入ります。
この回も白根さんがマウンドへ。バッターには大井さん。京都鈴木さんがこれを難しい打球をさばけず、これで大井さんが出塁します。ランナーを背負いバッターはユポン。これがセカンド新出さんの元へ。これをしっかり取ってセカンドでアウトを取ります。ワンアウトで次のバッターを迎えます。この打球が右中間へ。センター平峰さんが猛ダッシュしてこれをランニングキャッチ。ユーポンが飛び出してるのを見てファーストへ送球。これはセーフとなります。広大な守備範囲さすがです。続く打者は最強打者馬淵さんです。セカンドを新出さん難しい打球をしっかりとキャッチします。力で押し切りセカンドフライに。さらに追加点が欲しい翔平図。バッター平峰さんからこのボールをしっかり選び先頭出塁です。お次は新出さん引っ掛けてユーポンの元へ。ユーポンこれを取ってすぐ投げてファーストはセーフ。全力疾走で内野安打にします。10番に強打者田島さん。打った打球はセンターへ。センターは捕球体勢に。平峰さんはタッチアップするか。これはランナー進入できずにまだまだチャンスは続きます。そして次のバッターは若き強打者関根くん。これがショートの元へ。これがショートの深い位置で内野安打となります。これでチャンスが拡大です。接待野球の効果を出したい藤本さん。藤本さんはしれーっと押し出しフォアボールを選びました。翔平図のチャンスはまだ続きます。次のバッターは満塁でディオさんです。満塁で打てるか。自分のメーカーのバットを使っております。そしてこのバッティングレフト線への長打となります。これで2で3。関根くんが帰ってきてさらに2点を加えます。翔平図この日めちゃくちゃ調子がいいです。そしてチャンスにこの男ラストバッター良平さん。これがセカンド朝ペンさんの元へ。しっかり取って一塁へ。内野ゴロの間にまたまた1点を追加します。そして先頭に帰りバッターは白根さん。片手一本でこの打球。これがしっかりとセンターが捕球。この打球は伸びず3アウトも。追加点で点差を広げます。白根さんが3イニング目のマウンドへ。これがバッター打ってファーストヒロトの元へ。ヒロトがこの打球によく反応しアウトにします。そして次のバッターは植木さん。アウトコースの球をデク方向へ。これはいい打球もオッチョさんのナイスポジショニング。平根さんこの回三者凡退で抑えられるか。次のバッターこの打球もレフトオッチョさんの元へ。これをしっかりと補給して白根さんノーヒットピッチングです。この回は2番翔平さんからノーツーから。この高めのボールを打つも打球が高々と上がってこれをセンター落下地点に入りしっかりと補給します。そして次の打席にはオッチョさん。先ほどの当たりをもう一本期待です。これをレフトに高々と上がる打球。これがレフトかショートかレフトか。レフトの大井さんがナイスプレーで2アウトにします。そして2アウトとなり次のバッターはクレイジー P さん。 P さんこれをしぶとく運び2アウトから出塁します。そして次のバッターは鈴木さん。これがライトへ大きな打球。ライトの頭を越えるか越えるか越えるか越えた。この打球がライトを越えて P さんは3塁へ。そして鈴木さんは2塁へ。これで 2,3 塁のチャンスに。そして次のバッターは私ヒロト。強烈の打球がユーポンを襲う。サードを抜けてタイムリーに。これで1点追加します。この回も得点。翔平図まだまだチャンスは続き次のバッターは SWBC A 代表の翔一郎さん。このボールを引きつけて綺麗にセンター前に。これで鈴木さんが生還。そしてヒロトも帰ってきます。2者生還で10点差になります。そして次のバッターは平峰さん。カウント1ボール2ストライクからこの球を打っていきます。面白い打球です。これをショート取ってセカンドでアウトにします。チェンジとなるも打線爆発です。そして次の回から若き剛腕関根くんがマウンドへ。これを朝ペンさんに先頭フォアボールを与えてしまいます。ワイルドピッチでランナー2塁にワンボール2ストライクで次の球ジャストロッキン。ナイスピッチングです。ちなみに私リオさんのキャッチャーミットを使用しております。
そしてバッターには大井さん、セカンドに井出さんが取って、ファーストは内野安打、大井さんサヨマチャゲットです。そして続くバッターはユーポン、チャンスでユーポンは打てるのか、ワンボールからの2球目です。ドカーンと新井さん強い打球をしっかり止めて、これをセカンドへ、そして一塁はアウト、ピンチを併殺でしのぎ無得点に。この回が時間的に最終回となります。先頭は新井さん、朝ペンさん前に止めるも、これは送球エラー、新井さんエラーで出塁します。そして続くバッターは田島さん、追い込まれてからのこの打球、これはどうか、落ちるか落ちるか、落ちた、センター横に落ちるヒット。そして新井さん好判断で三塁へ。この回も翔平ず得点のチャンスを迎えます。そして次のバッターは関根くん、これを打ち損じてセカンド朝ペンさんの元へ。朝ペンさんこれを補給できず、新出さんはホームに帰ってこられず、セカンド落球もランナーアウトにします。そしてバッターは藤本さん、頭部のデッドボールで満塁に、皆さんヘルメットは絶対つけましょう。そしてチャンスにバッターはディオさんです。ディオさんの木製も種類が豊富なので、ぜひチェックお願いします。これがサードファールフライで2アウトになります。チャンスは続き陽平さんです。さやまちゃゲットできるか、この打球が三塁線を破り、この回も得点です。陽平さんは翌日のお茶をゲットし、塁上でお茶の叫びをしていました。続くバッターは白根さん、高々と上がった打球はレフトへ、落ちるか落ちるか、落ちた、レフト前に落としタイムリーに、これで2者生還で、この回も複数得点です。そして続くバッターは翔平さん、これはファールになるか、これを捉えられずにサードファールフライに倒れます。そして時間のためここで試合終了となります。リッカーズさんありがとうございました。最後にはみんなにお茶を配りました。狭山入間訪れた際にはお茶もぜひ飲んでみてはいかがでしょうか。この動画が良ければチャンネル登録コメントグッドボタンよろしくお願いします。それではありがとうございました。チャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人3万人4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。